バーノン・デュークは、ニューヨークの秋などのジャズのスタンダードナンバーで有名な、アメリカ合衆国の作曲家、詩人。本名を、ブラジーミル・アレクサンドロビチ・ドゥ・ケイリスキーと言い,い、当時のロシア帝国ミンスク県のパラフィアノボにて生まれる。家は、グルジア系、オーストリア系、スペイン系の血を引いている。キエフ音楽院でレーン・ゴリト・グリエールらに学んだ後、ロシア革命により、 イスタンブールに避難し、詩人として活動を始めるが、1921年に飛べ、ショーのための伴奏音楽を提供した。1923年から、プロコフィエフの助言を入れて、芸術音楽への復帰をもくろみ、イギリスやフランスにわたって、ディアギリフのロシアバレエ団のために、ゼフィルスとフローラ、ゼファーイー・フロールなどいくつかのバレエ音楽を手掛ける。1929年に、 米国に戻る。ジョージガーシュウィンに見出されて、ブロードウェイのために、デビューやミュージカルの創作に着手。この頃より、英語風のバーノン・デューク名義で活躍するようになる。司会でのデビュー作は、1932年の、もっと早く歩けを置く、エイリトル・ファスター。ちなみにミュージカルコメディの第一作は、1940年の、キャビンイン・ザ・スカイであった。 最も有名な楽曲に、アイラガー・シュウィンの歌詞による、言い出しかねて、アイ・キャント・ゲット・スタート、イップ・ハーバーグの歌詞による、パリの4月エープリル・イン・パリ、ホワット・イズ・ゼア・ツー・セイ、自作の詩による、ニューヨークの秋オータム・イン・ニューヨークがある。バーノン・デュークの作品に系統する、音楽家に、アンドレ・プレビニア、ドーン・アップ・ショーがいる。 ブロードウェイでの活躍が認められてからも、かつてプロコフィエフから受けた戒めを守って、クラシック音楽の作曲を続け、その場合は本名を名乗った。この場合、英語読みに近い表記は、ウラディミール・リュケルスキーとなる。1955年までに3曲の公共曲などを残している。1969年、カリフォルニア州サンタモニカで肺がんの手術中に死去。 同地のウッドローン墓地に埋葬されていたが、遺界は1993年になって、遺言により海へ散骨された。ありがとうございます。